前回のパラグアイ戦から唯一決められなかったのコマノのせいやーみたいになって、野球のさ、オリンピックエラーしたやつ、ジジイ佐藤もうずーっと言われてたじゃん。あんな感じよね、コマノ。今はあんな言っちゃかわいそうだよ。スペインは昨日3人連続外してましたからね。スペイン代表でもそんなもんよ。そうですよ。ジジイ佐藤、今千葉の家業の地盤調査会社の手伝いでも残念でしたね。惜しかったですね。まあでもあれが日本の限界なんですよ、限界。 PK は運か実力か論みたいなのあったんですけど、どうですか？いやだからそれメンタルじゃん。あれは完全メンタルなんですよ。あの人たちみんな PK 失敗するようなレベルの人たちじゃないんですよ。そうですね、基本的には。だからあれはもう完全に足が動いてないんですよ。メンタルの部分で負けてたっていうことですか？メンタルで負けてるんですよ。じゃあ結局それは実力ってことですか？それも含めて。まあそうなりますよ、結局実力ってことで。あれ南野でしたっけ、一番最初に。そうですね、南野だよね、一番最初に聞いたことは。南野のせいですよ。ああ、また怒られる。そういうこと言うと怒られる。ああ、せいじゃないですけど、せいというか、またこれ切り取られて怒られる。南野さんのせいっていうのはなんでそう思ったんですか？やっぱ一発目に南野が失敗したんで、うーってなったと思うよ。いや、南野もうーってなったと思うけど、やっぱもうね、多分そう言っちゃったとか言ってるけど、まあ言えない。なんかほら最近もうメディアとかさ、絶対そういう悪口は言わないようにしようとか。誰だっけか、コマノ前回のさ、パラグアイ戦からでね、南アフリカ大会パラグアイ戦で唯一決められなかったのコマノってやつがいるんですけど、ありましたね、コマノのせいやーみたいな感じになって。ほら野球のさ、オリンピックなんかでエラーしたやつ、ジジイ佐藤ありましたね、もうずーっと言われてたじゃん、ジジイ佐藤。あんな感じよね、コマノって言われて、ピー、もう今はあんな言っちゃかわいそうだよとかって言うんだけど、でも南野さんも最初に言ったのはおそらくだけど、あれだから順番決めたのはね、監督じゃないんだよね。選手が「俺が来ます」って言ったわけじゃん。やっぱ早く終わらせたかったんだと思うんだよ、南野さんは。で行ったら焦って、やっぱちゃんと足が動かなくて、で入れられなかったじゃん。で次三笘行ったでしょ、三笘も「やっべえ俺決めねえと終わるわ」と思ってミスったわけじゃん。3人目はすごいね、よく決めましたね。スペインは昨日3人連続外してましたからね、 PK。 だからスペイン代表でもそんなもんいいよ。そうですよね。スペインはとにかく PK の練習むちゃくちゃしていたはずなのに、それでも3人連続外すってことは難しいんでしょうね。いやだから絶対メンタルっすよ、メンタル。確かに本田さんとかってど真ん中にズバーンって決めますもんね。あのメンタルよ、やっぱり。じいさんと今千葉の家業の地盤調査会社の詳しいな。よう知っとるなお前も。